か剣バグったな。どうもこんばんは、デンだよ。今回は現在後23日までわかってるアプデ情報動画です。背景は闇がバグった、というだけなので動画には関係ありません。その1、種族覚醒。おそらくミンクの覚醒でしょうね。尻尾が生えてます。後ろの海も現在より変わっておりますね。その2、スマホ版の枠追加。スマホ版の枠が3から4に増えるそうです。コンボが楽になりますね。その3、スマホ版のラグ現象。次のアップデートには、RAM 使用量を 2250MB 削減する最適化修正が含まれます。これにより、特に C3 でのクラッシュの問題が軽減されます。だそうです。スマホ版の方がものすごく強くなりそうですね。続いてその4、身の見た目。全体的に身の形が変わります。個人的にグラグラが好き。その後移動アニメーション。横移動にアニメーションが追加されるようです。正直やりづらそう。続いてはみんな気になっている。6式覚醒。アイコンからして強そうですね。服も少し変わっていてめっちゃ楽しみです。ところで条件は？安心してください、ちゃんとありますか？おっとすまんな、条件は秋俺さんがリクエストしてるんだぜ。そうそう、条件はこの通り。正直英語には自信がないが通訳で行くね。1 NPC に話しかける必要がある、2500万と1万、5000フラグメントが必要、それ以上はモザイク、といった感じかな。そして最後インベントリーが変わります。ものすごく見た目が変わりそうですね。もちもち覚醒等のリークは前回の動画概要欄推奨にてご確認ください。これで終わりますわ。チャンネル登録高評価お願いしますね。